は降り続いた雨でぬかるんでいます。フットボールが好きで好きでたまらない皆さん、こんばんは。トンカビラです。解説は長谷川健太さんをお迎えしています。長谷川さん、よろしくお願いします。どうもこんばんは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。ヴィッセル神戸対大分トリニータ、これが本日の対戦カードです。ヴィッセルの選手が入場します。試合開始の笛です。画面に向かって左から右へ攻めるのがヴィッセル神戸、反対に右から左へ攻めるのが大分トリニータ。指示プレイ、5分経過、ヘッドパス、放り込んできた、キーパーこぼした、コーナーキックを得ました。直接狙ってくるのか、土屋ナイスファイト、前半30分過ぎました。渡田、これはチャンスだ、いいパスが出た、シュート、シューバー、ビューティフォーゴール、素晴らしいゴールです。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ、交代する選手がピッチサイドで準備運動を始めました。吉田、守り切った、ウィル、気をつけなければいけません。シュート、アンビリバボール、ゴール、スーパーゴール、ゴール、ヴィッセル神戸追いつ、必要なマーク、もっとスクイーズにするべきですね。いいパスだ、小山、面白い位置です。前半戦終了です。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は1-1、同点です。さあ長谷川さん、はい、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、もっと展開の早い攻撃を意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半戦開始の笛です。ウィル、竹村、後半5分経過、カジパソッチョ、
田。ワンツー。吉田。ウィル・カジ。スローインです。合わせた。ミキ。後半25分。シュート。キャッチされた。小山、吉村、スペースを使う。さあここからボールを攻める。山根、菅原、イエロー覚悟のプレーでしょうか。フレーバーのプレーをここからかけてほしいですね。竹村、ムノブ、シュート、決まった。ゴール、エクセレントゴール。ヴィッセル1点リード。さあもう一度見てみましょう。ヴィッセル神戸、リードを守りきれるか。ここで試合終了のホイッスル。ヴィッセル神戸、接戦をものにしました。それでは長谷川さん、はい、試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、非常に見応えのある試合内容でしたね。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は長谷川健太さんを迎えてお送りしました。長谷川さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。